選手獲得から試合采配までサッカークラブの全てを行うサカツクの新シリーズが任天堂 DS で登場。選手収集とタッチペンを使ったダイレクトな試合采配が特徴のサカツク DS タッチ&ダイレクト。この先取りムービーで最新情報をゲットしよう。今回は選手獲得についてご紹介しましょう。サカツク DS ではカップ戦を戦うことで選手を獲得することができる。開催されるカップ戦は年間およそ20試合。各試合の後に選手が1人ずつ獲得できるので、1年で20人前後の選手を新規獲得できることになる。獲得できる選手は原則としてカップ戦の対戦相手やカップ戦に参加しているクラブの選手。だからレベルの高いカップ戦に出場することで、よりレベルの高い選手が獲得できる。プレイヤーは各カップ戦試合前にスカウトを選択。スカウトは試合後に獲得できる選手を6名リストアップしてくれる。優秀なスカウトを雇うためには使用料が必要だが、その分いい選手をリストアップしてくれる。またスカウトから試合前に出される目標をクリアすれば、さらにいい選手を獲得できる可能性が高まる。リストアップされた選手を獲得するためにはこのスクラッチカードを使う。スクラッチカードの中には6名の選手と3つのアイテムが隠されている。アイテムが出た場合はもう一度カードを削れるから必ず選手を獲得することができる。一度だけ引き直せる、候補選手を3名に絞るなどのアイテムをスクラッチカードを削る前に使用することも可能。どうしても欲しい選手がいる場合は積極的にアイテムを活用しよう。サカツク DS に登場する選手には年齢、年俸の概念はないので、引退や年俸交渉もない。その代わりに選手には契約年数が設定されていて、契約が切れると試合に起用できなくなってしまう。またサカツク DS の世界には同じ選手が何名も存在する。だから相手クラブと自分のクラブに同一選手がいることも珍しいことではない。同じ選手を2度以上獲得することで選手の契約年数を増加させることができる。この他にも契約延長書というアイテムを使うことで選手の契約を延長することもできる。強いクラブを作るためにはいい選手を集めることが不可欠。主要選手が同時に契約切れにならないよう上手に世代交代しながら理想のクラブを作り上げよう。次回は集めた選手をどう育てていくかご紹介します。サカツク DS タッチ&ダイレクト11月20日発売。